ファリサ。ファリサ、フェリカは、ソニーが開発した、非接触型 IC カードの技術方式、及び、同社の登録商標である。名称は、もともとソニーが保有していた商標の中から、適当なものを選んで命名されたもの。私服を意味すると、を、組み合わせ、カバンを、私服をもたらすカードという意味も、後付けながら込めている。ファリサは、 非接触型 IC カードのための通信技術として開発された。非接触型 IC カードはリーダーライタからキャリアを送信して電磁誘導により IC カードに電力を供給しキャリアの変調によりリーダーライタとカード間で通信を行う。例えば ISO IEC 14443で規格化されているタイプ BE 方式はアスク10%で変調を行い。 NRZ 符号を採用しているのに対して、ファリサの方は返帳、変調が、アスク10%と同じであるが、マンチェスタ、メンチエストル符号を採用しているところが異なる。当初、国際標準化機構に IS、ISO、IEC14443 タイプ C として提案を行った。同時に、タイプ DG までが提案されたが、近距離無線通信規格の乱立になるとして、 国際企画議論が停止され採用されなかった。その後、ファリサと上位互換性のある方式が i s o i e c 1 8 0 9 2ニアフィールドコミュニケーション -NFC タイプ F として企画化された。日本ではジックスプ i c カード使用 V2.0 第四部高速処理用 IC カードや日本鉄道サイバネティクス協議会での IC カード規定として企画化されている。 ファリサは通常の IC カードと同様にキャッシュカードや ID カードなどに適用可能な技術である。特に高速処理が求められる自動改札機やビル入管などのセキュリティゲートやレジなどのアプリケーション向けに特化したコマンド体系になっている。そのため ISO7816 から3の基本コマンドとは互換性はない。また、 IC チップ内部のメモリは16バイト固定帳のレコードのみがサポートされていて ISO-IEC 7816から3で規定されているファイル構造との互換性はない。暗号処理としては総合認証にトリプルで通信度にでもしくはトリプルでを利用している。デュアルカードタイプ接触・非接触では公開鍵暗号方式の処理が可能なものがある。 2011年6月には、総合認証と通信路にアイスも利用できるファリサ、チップが発表された。一枚のカード、一つのチップに乗車カード、電子マネー、社員証など、複数のサービスを搭載可能であるが、サービス利用時には、個々のサービスごとに、アクセス鍵、共通鍵を使って、総合認証を行うのではなく、複数のアクセス鍵から、宿題鍵と呼ばれる。 暗号化された鍵を合成し、この宿体鍵を用いて、一度に最大16のサービスについて、相互認証することが可能となっている。宿体された鍵から、元の鍵は生成できない。このことから、セキュリティレベルを落とすことなく、処理速度の高速化を実現している。ファリサチップは、IC カードの IC チップとして使用されるほか、携帯電話や腕時計などで、 ファリサチップを搭載したものがある。当初はソニーでのみ製造されていたが、インフィニオンテクノロジーズと共同開発、2001年11月発表、日立製作所の採用、2002年6月発表など、複数のチップメーカーが供給できるようになった。1992年末、香港の交通事業者6社からなる、ジョイントベンチャーの IC カードの競争入札に参加し、 要求に沿う形で仕様が決められていき、1997年9月に香港でオクトパスとして世界で初めて用された。この時の競合相手はミクロン社。その後、2001年11月に日本で IC カード乗車券、追加、2002年4月にシンガポールの EZ リンクなどで採用されてきた。また、エディツキのエディオが ポイントカードと一体化したヨドバシカメラのゴールドポイントカード IC エリオや IC キャッシュカードの付加機能としてエリが採用されたりクレジットカードとスイカが一体化したビュースイカがさらにビッグカメラのポイントカードと合体したビッグカメラスイカカードなどサービスの融合も行われている過去には1999年から2003年まで東京臨海副都心 大江のパレットタウン内にあるメガウェブで発行されていたメガウェブメンバー S カードや2000年から2002年まで東京臨海福都心お台場のソニーグループのエンターテインメント施設メディアージュで発行されていたメディアージュファンカードにも採用されていたソニーが販売している IC カードには RCS860 と853、854があり RCS860 は、エディで使用。RCS853、854は、サイバネ規格に準拠したカードでスイカで使用されている。IC カードに搭載した場合のアンテナの形状は、スイカとエディでは異なる。また、トランセカードはこれらとも異なる形状をしている。エディオの RCS860 のアンテナは、カードの端に沿って、四角型に配置される。 スイカ等の定期券入れ等に入れて、他のファリサカードと重ねたまま使われることが想定される RC-853-854 ではアンテナ干渉の影響を減少させるために、この葉の輪郭のような形状になっている。これにより、より電波を受信しやすくできるほか、アンチコリジョン機能が施されているファリサカードならば、3枚まで。 重ねてもそれぞれのカードを認識できる。携帯電話用のファリサチップは、モバイルファリサ IC チップ、または、モバイルファリサチップと呼ばれている。ソニーと NTT ドコモの合弁会社である、フェリカネットワークスが開発した。2004年7月には、ファリサチップを搭載した、携帯電話が発売開始された。携帯電話にファリサチップを搭載することで、得で安いか、 モバイルスイカなどを携帯電話で利用できる。モバイルファリサチップを利用したサービスをいち早く開始した NTT ドコモの登録商標であるお財布携帯が事業者をまたいでのサービスブランドとして定着している。モバイルファリサチップはソニー1社が製造していたが、次期モバイルファリサチップは東芝とルネサステクノロジーを加えた3社から供給されることが2006年5月に、 発表された。この新世代のモバイルファリサチップ、ファリサバージョンには、容量の拡大や通信機能の搭載など、機能強化を行ったもので、2006年10月に、これを搭載した携帯電話が発表された。携帯電話での普及状況は、お財布携帯の項も合わせて、参照のこと。ファリサ用のリーダーライターについては、パソリを参照。 ファリサチップを搭載したカード RCS860 は2001年に EL3 の評価を受け2002年3月4日に英国セスグックから ISO IEC 15408EL4 の認定を受けている。ただしこの認定には PP9806 などの IC カード用システム LSI の主要なプロテクションプロフィールで 要求されている A はブラ4や SOF ハイが含まれておらず、EL4 の認定は、次期カードでの目標になっている。月間、フォックタの2006年9月号に、ファリーサに脆弱性が存在するとの記事が掲載された。さらに、同市2007年1月号は、ファリーサチップの内部を見ることができ、その改変も可能であるとした。これに対して、 情報の出所が明らかでなく、具体的な記述もないという理由で、イタミディアが批判を加えた。イタミディアによれば、情報処理推進機構、IPA は、情報が提供された事実を認め、経済産業省にもその情報を伝えたが、IPA では、ソフトウェア脆弱性を取り扱っているものの、ハードウェアシステムの脆弱性は、対象外ということもあり、提供された情報について、 IPA では検証はしていないという。もっとも IPA はソフトウェア製品税弱性関連情報として IC カード等のソフトウェアを組み込んだハードウェア等に対する弱性関連情報に関する届出を受け付けてはいる。なお、この件についてソニーは暗号解読の事実はないとコメントした。 無線部分の使用は公開されており、カード固有番号の IDM は偽装することが可能である。ため、IDM だけを使って認証することは危険である。一部のファリサチップを搭載したデバイスにおけるカードエミュレーションモードでは、ソフトウェアから自由に IDM を指定することが可能である。そのため、セキュリティやプライバシーが必要なサービスやデバイスにおいては、 セキュアエレメントを使用したチャレンジレスポンス方式による総合認証を行うことが必須となる。カード固有番号やフリー領域へのアクセスは誰でもできるため悪意あるカードリーダーの設置やカード読み取り等によってプライバシー情報が抜き取られる恐れがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。